え先生、こんばんは。仕事の人間関係のストレスで涙が出て、大、えー、つと物に当たるぐらい苦しんでいたのに、翌日にはケロッと何もなかったかのようにリセットされていて、えー、その問題相手とも普通に話せている自分がいますと。えー、人格は2つのあるような感覚で自分自身、この裏表に驚きます。泣いてスッキリするようなパターンではない感じです。 今まででこここんななとははかったんですがこれは普通にあることですか、うんまあ、ちょっと全体の文脈ないから分からないっちゃ分かんないけれどまあそういうことってありますよねなんかすっごい腹を立てたなと思ってイライラしてもう絶対あいつはとかもう絶対喧嘩喧嘩してやるとかもう明日になったら嫌味一つ言ってやるみたいな。 感じで思うんだけど、なんかね、翌日会って、イライラしてても、その人がおはようとか言ってくれて、で、なんかね、昨日ごめんねってちょっと言ってくれたら、まあ、いっか、みたいな、急になんかで、ね、こう、手のひら返るようになんか、まあ、なることもあるし、まあ、人たらしの人ってそういうのありますよね。上手い人ってそうだよね。なんか、こいつ何なんだと思って、イライラして、翌日行ったら、でもなんかちょっと甘え上手でね、なんか、うん、まあ、いっか、みたいな、思わされるみたいなことってありますよね。まあ、 まあでも怒ってもなんかね、いい,い,いことないし、まあ良かったんじゃないですかね。あんまりなんか、あの、それでいいと思いますけど。はい。